テストザネーションは1998年にオランダの放送局 BNN で始まった IQ テスト及び事故分析テストを行う番組である。日本では2003年の2008年にテレビ朝日が年に一度ほどのペースで特別番組として放送。本番組は、いわゆるクイズ番組ではなく劣気としたテストであると歌われる。主に視聴者が 自らの知能指数の測定や特定のテーマ関して自己分析を行うための指数を測定することが目的。同時に医師、学校教師、モデル、学生、セレブリティ、消防職員など特定の職業に就く一般国民もスタジオに招かれ同一の問題を解いていく。全問出題された後最初の問題から順に答え合わせが行われる。その後、 年齢と正解数に応じた指数表が発表され、直後に視聴者から任意によりインターネット経由で各自の指数が送られ、居住地域別、血液型別、性別、十二性座別など、あらゆる側面からどういった人が高指数だったのかを分析していく。また、IQ テストのほかに、運転適性テストや男女の相性テストなどのバリエーションがあり、 日本語版では従来 IQ テストのみを実施していたが、2005年版の IQ テストに試験的に適色判定を盛り込み、2007年版では人間関係力テストを実施した。2008年版はテレビ朝日開局50周年記念特別番組として地球テストを放送した。テストはペパーダイン大学のウィリアム・ラフィッテを中心とした研究チームによって開発。 オランダのテレビ制作会社、アイワークスが番組を企画。全問4社卓一式であるが、総問題数は国によってまちまちである。内容は、知能テストで出題されるものに類似していて、言語、数的理論、推論、理論、知覚、記憶などの分野から出題。2004年度は、水曜日であるということと、放送終了後すぐに、報道ステーションがあったということで、通常の 第4スタジオではなく、そのまま当たり番組のスタジオから、報道ステーションを放送した。2007年は、月曜日だったが、21時24分までの放送の、ために通常放送である、B と、たけしの TV タックルを挟んで、報道ステーションが放送された。2008年は、本放送の前に19時から19時9分の9分間の、事前放送があった。 また、2004年度同様、ステブレレスで、報道ステーションを放送した。今回古立は、エンディング直前にスタジオを退席し、報道ステーションはいつものスタジオから通常通り放送された。司会は、古立一郎と小池恵子が、第1回から第5回まで続けて担当している。問題は2004年までは、言語、記憶、論理、数、 四角の5種類から計70問出題。2005年からは、作能テスト、分析力、論理力、う脳テスト、空間認識力、想像力その他、記憶力、判断力の6種類から計80問出題。基本的には1ジャンル5問だが、例外もある。また、各ジャンルの問題を解く前に1問ずつ例題が出題される。 ちなみに2005年度版では回答の度合いによって自分の適色を診断することができた。2008年版は地球をテーマにした問題を計100問べてにたく問題で出題。2003年は16歳から70歳以上までだったが2004年から10歳以上から70歳以下となった。参考 IQ2004 年までは 職業別の6チーム各40名と各界の著名人で構成されたセレブリティ56名の計7チーム250名弱。2005年は年収別の4チーム各50名とゲスト5名の計205名。スタジオ参加チームセレブリティ各年度とも肩書きは放送当時のもの。 2003年版、2004年版、2005年版、2007年版、2008年版に本人の脳のタイプ比率体験版20問の問題と回答。テレビで放送された本番のテスト70問の K90 問やプレテストでの IQ データなどが掲載され、巻末には回答用紙が付いている。また、本番テストの回答と職業適正、ペンタゴナルチャート、 IQ 早見表が袋閉じになっている。ありがとうございます。